こんばんは。こんばんは、こんばんは。みんなありがとう。こんばんは。やっほー。あのいなさんありがとうございます。みんなありがとう。聞こえてるかい？そう、ポスター、ポスターです。じゃあそろそろ始めます。あ、いいですか。皆さんこんばんは。 AKB48 17期研究生の正井真由です。よろしくお願いします。はい、プラチナフラッシュボリューム24発売記念特別生配信が始まりました。イエーイ。はい、この配信は明日10月31日に発売されるプラチナフラッシュさんに私の初めてのグラビアが掲載されるのを記念してお送りしています。撮影の裏話などをお話ししていきたいと思います。ということで、明日発売のプラチナフラッシュ、実は私も本当に本当の本当の本当にまだ見てなくて、本当にドキドキなんですけど、この配信で皆さんよりちょっとお先に見せていただこうと思います。やばいですね、本当に本当に一回も見てなくて、先行カットが先ほどもちょっと黄色い水着のやつが配信されてたと思うんですけど、ちょっと先行配信の写真しか見れてないのでめちゃめちゃドキドキなんですけど、早速じゃあちょっとゆっくり見ていきたいと思います。そう、これちょっと壁のポスター後ろに貼ってもらったので、今日は3人います。じゃあちょっと早速手元にあるんですけど、こちらですね。表紙は日向坂46の小坂奈緒さんで、裏表紗が吉尾紗理奈さんです。いや本当に、いやすごいですね、もう分厚いですよ紙面が。キャー、あー楽しみ。そうで、ここに私の名前が載ってます。嬉しい、一人ですよ。今までずっと17期研究生のみんなと一緒に載せていただいてたんですけど、今回は一人で載っちゃいました。ありがとうございます。キャー、ありがとうございます。あ、みんなありがとう、ありがとうございます。その他の AKB グループの方はですね、 SKE48 の末永桜花さんと、NGT48 の佐藤海里さん と藤崎美優さん。藤崎さんとは一度お話ししたことがあって、すごい嬉しいです。で、 HKT48 の豊永亜希さんとです。はい、わあ楽しみですね。いやー、もう見ていいですか。あ、ちょっと早速ゆっくり自分のページになるまで見ていきたいと思います。ふふふ、いいでしょう。あ、全然さん、たまありがとうございます。あ、じゃあ早速見ます。キャー、お、もう早速ここにちょっと載ってましたね。左下に少しだけ載ってます。お、目次は、あ、あ、見せていいですか。ちょっとこんな感じで載ってます。ちょこっとこんな感じです。左下にちょこっと載ってるので見てみてください。わー楽しみ。早速見ていきます。お、小坂さんのページですね。最初はかわいい。おお、すごいすごいですね。おお、もう楽しいですね。キャー、
ぱいインタビューとかも載ってますね。カラフル、わーカラフル、え、すごい、これどうやって撮ったんだろう。お、次は日向坂46の山口春代さんのページになりました。ドキ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 、ニヤニヤが止まらないですね。おお、お、続いて牛尾紗理奈さんのページになりました。なんか勝手なあれなんですけど、同じところにほくろがあるので勝手に親近感沸かしてます。たくさん載ってますね。お、すごい、あ、これかわいい、おー、すごい。私も日向坂さんもよく見させていただくので、とても楽しいです今見てて。お、そして日向坂464期生さんのページになりました。お、お、すごい、あー、すごいですね。いや、さすがにやっぱりフレッシュな感じですね。おうんうんうん、いいですね。お、ページをめくって、なんとですね、48グループの方のページに入りまして、まず末永桜花さんのページになりました。あ、かわいい、おお、かわいい、いっぱいついてる、かわいい、えよ、綺麗、本当に綺麗ですね。最新シングルセンター、すごいですね。ツインテールかわいいですね。すごい、あー、すごいですね。うん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 、あ、なんかいろんな、いろんな髪型があってかわいい。すごい衣装も素敵ですね。お、そして富里奈央さんのページになりました。かわいいですね。私乃木坂さんとかもよく見るので、かわいいですね。フレッシュフレッシュ。お、続いて桜坂46のさんの山下しずきさんのページです。おー、すごい、お、え、かわいい、美味しそう。うんうんうん、すごい、インタビューもたくさん、大きい写真とかも、おー、あー、来た。めくってたら来ました。おー、じゃあちょっとやっと来たので、ちょっと最初のページだけお見せしたいと思います。じゃじゃん、わーい、あ、このポスターと一緒ですかね、写真。いいですね。あ、え、すごい、ニューヒロイン誕生って書いてあります。嬉しい。おお。え、タイトルは、AKB4817 研究生、マサイマユ、ニューヒロイン誕生、シンデレラストーリーが始まるって書いてあります。嬉しい。いやー、こんな感じです。あー、すごい、なんかこの写真とかポスターとかはずっと見てたんですけど、改めてこうやって紙面に載ってるのがやばいですね。嬉しい。
もうちょっとここから進めないんですけど、嬉しすぎて嬉しい、ありがとうございます。キャー、うんうんうん、次はあのこれ、次これはちょっと一回私も何回か見たことある写真なんですけど、次からのは本当に一度も見たことがない写真なので、ぜひちょっとファーストリアクションをお楽しみください。え、行きまし、行っていいですか。え、なんかめくりたくないな、もうもったいない。行きます。すごいすごいすごいですよ皆さん。もう、いいんですか、こんなにいっぱい載せてもらって。いや、あの最初のページはあのこの後ろの水着の白い水着の写真なんですけど、いやー、王道な白水着っていうことで結構フレッシュな感じに仕上がってるんですけど、あの普段ずっとポニーテールしてるんで、なんかまず髪下ろしてるのが自分でも新鮮なんですけど、ちょっとあの表情も最これ本当に一番最初に撮ってて、そう、白水着が本当に一番最初に撮影を始めたあの衣装だったんですけど、なのでちょっと初々しい部分もあるかなと思います。お、なんかいちごがあるんですけど、これは伏線でしょうか。なんだなんだなあ、最初、はい、あ、わかりました。え、これ見せれますかね、こんな感じですか。え、ちょっとじゃあえ、見せれてるこれ。これどこら辺まで、はあ、この2枚ですか。え、じゃあこうですねこんな感じですね。キャー、やばいですね超チラ見せ、どうですか。あ、いい表情してありがとうございますじゃあちょっと、次のページです、次のページいきます。あ、こう私の好きな写真が載ってる次のページ、あー、おー、すごい、おー、いいですね。そう、これはあの次の見開きは黄色いチューブトップの水着なのカットなんですけど、紫のカーディガン着てるやつなんですけど、ちょっとここではいろいろやらせてもらって、ちょっといろいろ食べちゃったりなんかしてますね。あ、こんな素敵な写真撮ったっけって感じなんですけども、すごいですね。
ゃー、すごいです。お、じゃあちょっとここのもう少しだけお見せしますね。こんな感じですね。ちょっとツインテール、あ、初めてですかね、皆さんの前でこうやって公の場でツインテールするのは初めてなんですけど、あの本当にフレッシュな感じですよこんな感じです。どうですか、キャーキャーですよ。でもなんかツインテールなのでとか衣装の色も含めてちょっとあどけない感じに仕上がってるのかなと思うので、でもちょっと下の写真が結構、その上の写真は結構ね可愛いフレッシュな感じなんですけど、下の写真がちょっと大人っぽくなってるのでやばいですね。うー、やばいですよ。うん、素敵な写真に仕上げていただきました。うー、やばいですね。私も多分ファンの方と同じ反応を本当はしたいですよもうニヤニヤしちゃう。さっきも先行カートがちょっと公開されてたんですけど、ちょっと思わずにやけてしまいまして、やばいですよ。どうしましょうね、もうじゃあちょっとこの次いきますね。早速、お、わあすごいわー、このページは、お、すごい、あのインタビューがいっぱい載ってるページと大きい写真が2枚なんですけど、表情もだいぶ慣れてきた感じで自然な感じになってますね。ニヤニヤしちゃう。そう、これは紺色ワンピースの、紺色のボーダーのワンピースの水着なんですけど、上下分かれてるやつじゃなくてつながってるやつになりますね。ちょっとだから大人っぽい感じかなと思うんですけど、いやすごい、これ自分か、本当にやばいですね。インタビューもいっぱい掲載させていただいてまして、そう、紺色のボーダーのつなぎなんですよね。なんとなんとつなぎなんです。ドキ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 、はい、やばいですよ本当に。そう、だから順番としては白、黄色、紺色って感じになってて、個人的に今見た中でちょっとこのページが一番好きかもしれないです。あ、いいんですか、そこ見せちゃってここもじゃあちょっとだけチラ見せ OK ということで、ちょっと顔だけチラ見せどうですか。おー、やばいですね。これはね、髪型はいつものポニーテールしてるんですけど、いやーすごい、やばいよやばいですね。あのこれ今可愛い感じの写真だったんですけど、これの左下にある写真がかなり大人っぽい写真ですね。さらにさっきの黄色い方の大きい写真も大人っぽいんですけど、ちょっとこれもやばいですね。やばいよ、いいんですか、こんなに。研究生ですよ、まだ研究生です、まだいやー本当に
本当にやばいですね。面白いですね。インタビューもちょっとちなみに読んでるんですけど、撮影前日の話とかもしてます。キャー、最後のページ何だと思いますか？何ですか？見てないんですよ。何ですか？何だと思いますかって、何でしょう。何だろう、当ててください。当ててください。当ててください。最後のページ、でも制服ですか？違いますか？制服の写真も撮ったんですよ。まだ出てきて、違います。違いますって言われた。あれ、これでも青木さんおすすめのページらしいんですけど、制服使ってません。じゃあ、あの生写真だけなんですね、制服は。なんとなんと。え、何ですか？え、行きますか？よし。うおすごい。集大成って感じですね。この初水着グラビアの集大成っていう感じのページなんですけど、書いてる文字がすごいいいですね。いや、これ確かに好きな人多いですね、絶対。なんかいいですよ、水着っぽいですね。なんか今までの写真の中でもね、なんかそのフレッシュさとか可愛さとか、なんか大人っぽさのバランスが取れてる素敵な一枚です。あとこのね、この水着の全貌も明らかになっちゃう。キャー、どうしましょうね。制服全部で8ページあるんですけど、制服取ったんですが入りませんでした。制服もね、楽しみにしてくださっていた方がいらっしゃると思うんですけど、なんとですね、いっぱいたくさんいいカットがあって入らなかったと事前にお聞きしてます。そうなんです、確かに。でもいやー、水着か、やっちゃった、水着しちゃった。だから制服は特典のみですかね。そう、でも私この特典の制服の写真めちゃめちゃ好きなので、ぜひゲットしてほしいと思います。やばいですね。ふふふふ、これやばいですね。お、私この紺色の水着すごい好きなんですけど、これ背中が開いてるんでめちゃめちゃなんかつなぎなんですけど、セクシーな感じなんですよね。フフフフフ。でも私の一番好きなページはこの1,2,3,4,5,7 ページ目の写真が意外に好きですね。でもこれは見せない、見せないですね。いいですね。あと 1,2,3,4 ページ目の写真も私が好きな写真があるので、ふふふふ、なのでちょっと見てほしいなって思ったりしたりしてます。まあでも
8ページは、最後のページは絶対見てほしい。なんか確かに集大成って感じですね。まあ、まだ始まったばっかなんですけどね、水着グラビア。でも本当にいろんな方が楽しめる写真がたくさん載ってるので、ぜひ見てください。うんうん。じゃあちょっと少し撮影の時のお話に移るんですけど、ちょっとじゃあまず最初にグラビアのお話を聞いた、いただいて聞いた時の話ですね。そうですね、なんだろう、なんかって思いました。まだ研究生だから、十分やるとしても先の話だと思ってたし、なんか本当18歳、まだ18歳なので、いやーちょっと水着って大人っぽいイメージがあるじゃないですか、とかちょっとできるのって思ってたんですけど、ちょっとでもせっかくね、こんなビッグチャンスもないですし、ちょっとびっくりしたんですけど、ぜひやらせていただきますってことで、ちょっと楽しみにしてて、なんかでもそのお話を聞いてから撮影までは結構間があったんですけど、なんかお話いただいた時まだこの日にやりますっていうのは決まってなくて、2ヶ月前とかに聞いたんですかね。なのでまあやっぱり私ポテト大好きなんで、ちょっと太らないように気をつけようとか、うん、あとはなんか日焼けしないように気をつけようと思って、私ずっと去年は高校生の時チャリ通、自転車で学校通ってたので、ちょっとね日に焼けてたんですけど、今年はすごい日焼け止めいっぱい塗って日焼けしないように頑張ったので、スタイリストさんの方とかにも肌白いねってたくさん褒めていただけてよかったなって思います。はい、いやー楽しかったですね。そう、さっき今年はねずっと帽子もかぶってて、今もなんですけど、本当に日焼けだけは気をつけて、あとグラビアをなんか先輩方にちょっと聞いた話なんですけど、痩せすぎも良くないってことで、ちょっといい感じの体型に仕上がるように頑張りました。あ、誰かに相談しましたか？いや、しなくて、お父さんにもお母さんにも何も言わずにやりますって言ったんですよね、実は。でも、まあ、私のお母さんもお父さんも、お父さんなんかこの前もフラッシュさんに載せていただいた時は、書店にあったやつ全部なんか締めてきて、そんぐらい普通に活動応援してくださってるパパなので、全然なんか、多分いいって言ってくれるだろうなと思って何も言わずにやって、お母さんは全然はい頑張ってきなって感じなので、お母さんにもお父さんにも誰にも相談せずに引き受けちゃったんですよね。でもちょっと先行カットとかが配信されて、 お母さんがおばあちゃんに見せたんですけど、おばあちゃんはあらやだって言ってましたね。でお世話になって、いつもちょっと小さい頃からお世話になってる大人の方にはまゆちゃん心配だよって言われちゃったんですけど、結構フレッシュな感じに仕上がってるので多分大丈夫です。はい、先行カットのメンバーの評判、あーそうですね、もうなんかまさちゃんこれ大丈夫って感じで、みんな17期の研究生のみんなはもういいじゃんって言いながらびっくりしてたんですけど、オフショットとかもその撮影終わった日に
撮影、本当に撮影終わってその後に17期のみんなに会う機会があったのでちょっと見せたんですけど、ちょっとこれはエリちゃんとかも一瞬会って見せたくないって言ってたりとか言ってましたね。あと本当にすごいよまさちゃんって言ってくれたりとかねして、本当にみんないっぱい褒めてくれました。そうですね、なんかあの水着のあのこの白い水着とかつなぎの水着とかにも全部本当に2種類あって、そこから現場で試着して決めるって感じだったんですけど、事前に送られてきてて、その写真がで、みんなが、じゃあまさちゃんはね絶対こっちだよねって言ってくれてたやつが全部なんとそっちになりましたよ。そう、みんなねすごい褒めてくれて嬉しかったです。うんうんうん、そうビキニ、そうこれあの私あのまああれなんですけど、本当に水泳とかできなくて泳げないので、あのプールにも行かないし、ちょっと海のあの何ザブーンってくるのが苦手で怖くて海もあんまり行かないので、あのそもそも水着を小さい頃はあのキッズ水着とか着てプール普通に行ってたんですけど、こうやって大きくなってからもう中学1年生以来プールとか行ってなくて、あのなのでこういうなんか水着も持ってなかったんで、ちょっと初人生初ビキニです。あの初グラビアだけじゃなくて初ビキニなんで、ちょっとやばいですね、ドキドキです。私もだから着た時ドキドキでした。そうなんです、あの大きく大人になってからの水着がいきなりビキニだったのがちょっとドキドキでした。そう初ビキニなんです。うんうん、そうですね、まあ、AKB48 の研究生で初めてのソログ水着グラビアってことで、ちょっとねあのなんだろう、今までその正規メンバーの方々がのグラビアをされてて、あの実際私も今年の2月ぐらいに仰天さんのお手伝いに行かせていただいて、あすごい大人っぽいと思って憧れはあったんですけど、研究生だしまだ18歳だしあんな大人っぽい表情できないよと思ってたんですけど、なんか逆に研究生ならではの魅力があるんじゃないかなと思って、なんか今はなんかそんな部分もちょっと記念だなと思って嬉しく思ってます。あとそうですね、研究生で水着になるイメージは多分皆さんもないと思うので、ちょっと新鮮な感じで見ていただけたらいいなって思います。うんうんそうフラッシュでフレッシュの水着、そうです、あなんか見てほしい部分は私なんか鎖骨が割と結構出てるので、ちょっとそういう部分もちょっと見ていただけたらいいなって思います。うん、そうですね、撮影時の感想は撮影時はですね本当にあのやっぱお話来た時はどうしようって思ってて、あじゃあこの日になりましたってなって、あやるんだできるかなどうしようっていうか、もう恥ずかしいじゃないですか、だからねできるかなって思ってたんですけど、撮影時まあ確かにすごい恥ずかしかったですし、人前にで水着になるなんてすごいドキドキだったんですけど、なんかめちゃめちゃ結構一人でお仕事するのもほぼ初めてだからすごいね、あのなんかのびのびできたので、なんだろう、なんか今までと違う表情だったりとか、あと面白いのが
順番としては白水着を最初に取って、2番目にこのつなぎのワンピース水着で、3番目にあれか、黄色い水着を取ったんですけど、ちょっとどんどん表情がナチュラルになっていくので、そこも見どころかなと思うんですけど、なんかね、メイキングビデオの方には載ってたんですけど、T シャツ投げるとこがあってT シャツ投げてくださいって言われたんですけど、ちょっと投げ方が分からなくて、すごいねぎこちない投げ方になってしまったのも面白かったですね。そうですね、あと前の日は全然ぐっすりは眠れたんですけど、やっぱり朝すごい緊張しましたね。お茶漬け朝食べたんですけど、もう味がしなかったですね、お茶漬けの。それはちょっと思ったんですけど、本当に緊張してたし、一人だからね心細かったんですけど、結局楽しくできてよかったです。前の日はですね、ちょっとインタビューにも載ってるのでじっくりそこで見てほしいんですけど、ちょっと前の日いっぱい食べました前の日いっぱい食べたんですけど、さすがに夜はサラダでストップですよ。私お父さんに似てむくみ体質なので、さすがに夜はちょっとストップさせていただいて、もうお昼はいっぱい食べれました。撮影の日何のお弁当出たかっていう話なんですけど、これ私が撮影中にうなぎとポテトが好きでっていう話をしたら、なんとうな重の特上をいただいて本当に美味しかったですなのでそういうとこも含めてめちゃめちゃ楽しい現場でした。うな重やったー、特上ですよ。あ、フラッシュ、うん、本誌ですか？これ言っていいんですか？フラッシュさんの本誌氏さんの方で掲載が決定しました。やったー、イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、やったやった、嬉しいニュース、嬉しいです。近々発売、お楽しみに。だそうです、やったー、ありがとうございます、嬉しい。ということで、なんとですね、明日発売のプラチナフラッシュ、ボリューム24さんの方と別にフラッシュさん本誌の方で私のちょっと写真が載せていただくことになっちゃいました。ありがとうございます、嬉しい、嬉しいお知らせが2つですね、ありがとうございます。ドキ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 、いやー嬉しいです、ありがとうございます。改めて8ページ自分のグラビアを見た感想、そうですね、驚きが大きくて、なんか自分こんな、なんかこのアイドルになっていろんな雑誌にも載せていただいたりして、なんか改めてこういうこんな表情できるようになったんだっていう驚きとか、うん、第一に本当に嬉しいんですけど、いや自分こんな表情できるんだっていう発見とか、なんか自信にもつながりましたし、そうですね、やっぱりなんか水着ってちょっと大人の階段登ったような気がして嬉しいですそう
ですね、本当にありがたいお話でしたし、ちょっとね本当に嬉しいです。あとこうやって載せていただくことで、ちょっと今まで私のことを知らなかった方にもちょっと知ってもらえる機会になるんじゃないかなと思ってます。あ、そうなんです、ツイッターもフォロワーさんがすごい増えて、ずっとこのフラッシュさんに掲載されますってなった時は、研究生だから、水着とかはないかって言ってる方も多かったんですけど、実際水着をやらせていただくっていうことが正式に発表されてから2日間で1000人ぐらいフォロワーさんが増えてですね、とても嬉しいですね。こんなにすごいですね、グラビアパワーは。先日、昨日までの個別握手会でもグラビアをこうやってきっかけに来てくださった方とかも多くて、なんかどんどん知ってくださるきっかけになったら嬉しいなって思います。いやー、でもプラチナフラッシュさんにも載せていただけるくんですけど、今回フラッシュ本誌のさんの方にも、おいおいしそう、やったー、ありがとうございます。いただきます。ちょっとなん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 とケーキをいただきました。やったー、嬉しい。食べていいですか。いただきます、ありがとうございます。嬉しい。はい、こんな感じです。甘い匂い、美味しそう。待って、これ私の好きなとこのやつかもしれないです。ちょっと早速いただきます。そう、こちらハロウィンケーキになってます。お化けとかぼちゃです。もう明日ハロウィンなんですよ。ではちょっと一口いただきます。これは何だろう。美味しい。美味しいです。でも何だろう、これイチジクとかですか。何だろうこれ。あ、イチジク、美味しい。やばい、ケーキ食べなめっちゃなっちゃう。キャー、ちょっと今回明日発売される雑誌の方でもちょっとケーキをね、ケーキをうーしちゃったりしてる写真がありますんで、ぜひ見てください。おいしい。いちじく初めて食べたんですけど、こんなにおいしいんだ。どうですか皆さん、ちょっとチラ見せとかね、先行カットとかを見た感想を、ちょっと感想だったら拾いたいと思います。美味しい。待って、やばい、美味しすぎるぞ。すごかった、ありがとうございます。こっちが恥ずかしくなる。あらやだって感じですね、確かに。ドキドキ。いや、皆さんにとってね、いいハロウィンになればいいなって気持ちです。お、じゃあここで生写真を紹介したいと思います。よし、こちらです。じゃじゃん。生写真には制服があるんですけど、じゃあちょっと一枚書店さんごとに紹介していきますね。
まずこの2つが三省堂書店アトレ秋葉原1店さんので購入した方についてくる写真なんですけど、いやーこれもやばいですね。これもやばいです。あのこちらの書店さんの方で購入するとなんと制服がついてくるので、制服見たいよって方はぜひ来てください。でこっちがね、ちょっとこれ投げられる前の T シャツなんですけど、その投げられる直前に私が T シャツを脱いでるとこの写真になってるので、ぜひチェックしてみてください。どうですか？そう、これは白水着にピンクの T シャツっていうさっぱりしたカットになってます。でこれは制服ですね。いや制服ね、あの私高校生卒業してから着てないので着れて嬉しかったです。ちょっとこれなので制服レアだと思うのでぜひチェックしてみてください。で書店ブックタワーさんで購入された方にはこちらのね、横にな横の生写真がついてくるんですけど、いやこれやばいですよね。私これ見た時思わずちょっとやばって言っちゃって、やばいんですけど、ちょっと大人っぽい2枚になってるんですけど、こんな体勢しないですよ普段。当たり前ですけどすごいですね。いやー本当に、でも私個人的にこの2枚すごいお気に入りで、これもね、このちょっと水着可愛いんですよ。水着のデザインがね、まず2つとも可愛くてお気に入りなんですけど、ちょっとなんだろう、なんか可愛さだけじゃなくて大人っぽさもある写真なのでぜひ。いやーそう、こっちは書店ブックタワーさんで、こっちの制服がある方が三省堂書店アトレ秋葉原1店さんになってるので、ぜひお間違いのないようにお求めになっていただければ嬉しいと思います。そうです、書店限定のやつなので、そこの書店さんで購入されるとこの生写真がついてきます。はい、じゃあちょっと早いものでそろそろエンディングの方に参りたいんですけど、その前にスクショタイムをしたいと思います。じゃあちょっと本持ってるバージョンで何枚かあります。じゃあ皆さんぜひスクショしてたくさん拡散していただけると嬉しいです。はい、じゃあちょっとないバージョンで、まさにまゆ3人と。はい、どうですか、写真は撮れたでしょうか。多分なんですけど、あれこれポスターもあること、ポスターサイン書いたこと言っていいですか。この2つの書店さんに向けてちょっとサインとコメントを書かせていただいた、このポスターに書いたんですけど、が多分書店ブックタワーさんと三省堂書店アントレ秋葉原1店さんにあると思うので、そちらもぜひちょっと見てみてください。2人でツーショットとかしちゃってください。はい、じゃあそうですね、もうそろそろエンディングなんですけど、ということで楽しい時間はあっという間に過ぎてエンディングの時間となりました。皆さん楽しんでくれましたか。ドキドキドキ、いやーじゃあちょっとドキドキね、たくさんしていただけたら嬉しいです。プラチナフラッシュ明日10月31日発売になります。ぜひ購入して読んでください、お願いします。これハッシュタグを作ろうと思うんですけど、ハッシュタグはまゆ初グラビア
でいいですか？もしくはあの私のフルネームで書いていただけたらぜひ読みます。あ、感想ですね。じゃあ、感想をつけてツイートしてください。ハッシュタグまゆ初グラビア、初はあの漢字で、グラビアはカタカナ、まゆはひらがなでお願いします。あのグラビアの感想をつけてツイートしていただけたら嬉しいです。ぜひチェックさせていただきます。まゆはひらがなでお願いします。ぜひポストしてください。はい、ということで三省堂書店、あとで秋葉原一店さんと主戦ブックタワーさんで購入するとあの生写真がついてきます。こちらはですね、とそれぞれ20のうち1枚つきますのでぜひゲットしてください。あと数に限りがございますので、とそちらもあの注意してゲットしてみてください。はい、こんな感じですね。じゃあ最後本当に、あ、逆だったね、最後ちょっと、じゃあおいしょおいしょ、私のここと、ね、共にご挨拶したいと思います。あの最後までご覧いただきありがとうございました。本当にこうやってあの一人で載せていただくのも皆さんのお力のおかげですし、これからもたくさん注目して見ていただけたら本当に嬉しいので、ぜひたくさんあの見てください。本当に明日ちょっと皆さんの手にね渡るのは本当にドキドキなんですけど、私も楽しみなので、ぜひ感想の方もお待ちしてます。はい、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。明日ぜひ感想を教えてください。楽しみ、ありがとうございました。じゃあランキングを読んで締めたいと思います。じゃあ13位ホッサンさん、12位ワイマツさん、11位、あ、14位からか、14位トレデドンドさん、13位ホッサンさん、12位ワイマツさん、10位オノピーさん、9位マッツンさん、8位シンさん、7位ノリノさん、6位コンくんさん、5位リョウさん、4位ごめん先生さん、3位ヤママサさん、2位香港ヘイデさん、1位ミクニア善次郎さん、ありがとうございました。はい、今日は本当に配信もご覧になっていただきありがとうございました。ぜひぜひぜひゲットしてください。ありがとう。それではまたねー。